驚愕の映像日。With Music 最新エピソードで視聴者が見た奇跡の瞬間とは誰もが夢中。With Music がエムステを超えたその理由を徹底解剖。皆さんこんにちは。今日は最近話題になっている音楽番組 With Music の特別な回について詳しくお話ししたいと思います。この番組では最新のカメラワークやビジュアルエフェクトを駆使し、 視聴者に新しい音楽体験を提供していますが、今回のエピソードは特に注目を集めています。まず、With Music はその斬新なカメラワークで知られており、アーティストのパフォーマンスをより臨場感あふれるものにしています。今回のエピソードでは、特に g o トという曲の披露が視聴者の間で話題となり、トレンド入りを果たしました。フジテレビでも取り上げられ、SNS でも多くの反響がありました。 また、うどうさんとのやりとりも話題の一つです。特に翔くんが髪型を決める際に、なぜかワンちゃんの写真を見せたエピソードが注目を集めました。こうしたユーモア溢れる瞬間が番組の魅力を一層引き立てています。今回のカメラワークは特に秀逸で、エムステよりも良かったとの声も多く聞かれました。背景のアニメーションや仁君くんのパフォーマンス時の演出も素晴らしく、 視覚的にも楽しめる内容となっていました。よりのショットも多く取り入れられ、視聴者にとっては非常に満足度の高い放送でした。番組の冒頭では、デビュー後の自己評価についてのトークが行われ、これも話題となりました。翔くんのスタイリングやサングラス姿が特に注目され、視聴者からは、かっこよすぎて泣いた、という声も上がりました。衣装も非常におしゃれで、 ガン君の前髪を上げたスタイルも好評でした。また、髪型の変化についても触れられ、視聴者はその細やかな気配りに感動しました。特に、翔君が病院に行く際に犬の写真を見せるというエピソードは、視聴者にとっては非常に面白いものでした。視聴者からは、今回の放送は最高だった、という声が多く聞かれました。有観客のチケットが当たった人たちは、 一生の思い出になると語っています。近い距離でお散歩を見られるというのは、ファンにとって非常に貴重な体験です。また、MC のうどうさんも髪を染めており、その美しさが視聴者の間で話題となりました。彼のユーモア溢れるコメントやツッコミも、番組の魅力を一層引き立てています。w i ミ m u s i c の今回のエピソードは、多くの視聴者に感動を与え、話題を集めました。 カメラワークやビジュアルエフェクト、トークセッション、そして視聴者とのインタラクションが見事に融合し、素晴らしい番組となりました。最近、日本の音楽シーンで新たな風を吹かせているバンド、ナンバーアンダーラインアイ。彼らの初の民放出演は大きな反響を呼びました。多くの視聴者が彼らのパフォーマンスに魅了され、特に印象的だったのは、ハンドマイクを使った独自のスタイルでした。 このスタイルは他のアーティストとは一線を隠しており、その斬新さが視聴者の心をつかんだのです。ハンドマイクはパフォーマーにとって特別なアイテムです。手に持つことで生まれる独自のリズム感と観客との一体感を高める力があります。ゴートのボーカルもこのハンドマイクを使うことでよりエモーショナルな表現が可能になり、 その姿はまさにゴートグレーテストオブオールタイムと称されるにふさわしいものでした。番組の司会者であるうどうさんもナンバーアンダーライン愛の大ファンとなりました。前回の放送を見た彼女はすっかりナンバーアンダーライン愛の虜になり、ライブにもぜひ行きたいと話していました。このように世代を超えて人々を魅了するナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは一度見ると忘れられないものとなっています。 観客の中には40代や50代の男性ファンも多く見受けられました。彼らの中にはパフォーマンス中に髪の毛を気にする姿もあり、ナンバーアンダーライン愛の音楽が幅広い世代に受け入れられていることが伺えます。また、サンリンさんや翔くんの新しいヘアスタイルも話題となり、ファッション面でもファンの注目を集めました。ナンバーアンダーライン愛は海外でも注目されています。特に、 コーチェラでのパフォーマンスは大成功を収めました。88ライジングのステージで、新しい学校や夜遊びとともに登場し、観客を魅了しました。このステージは、彼らにとって初の海外ライブであり、アメリカの観客に対しても、その実力を示す絶好の機会となりました。パフォーマンス中、ジン君は英語で観客に話しかけました。ファットスアップ、コーチャーラという呼びかけは、 観客を盛り上げ、彼の英語力が高く評価されました。このように、言語の壁を越えたコミュニケーションは、ナンバーアンダーラインアイのグローバルな人気を後押ししています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが個性的でありながら、チームとしての一体感を感じさせます。リーダーのジン君は、今もこれからもずっとナンバーアンダーラインアイで居続けると力強く宣言し、リーダーシップを発揮しました。 小君の50点という自己評価や、仁君の10%という厳しい自己評価も、彼らの謙虚さと向上心を象徴しています。コーチェラのステージでは、リハーサルやサウンドチェックなしでパフォーマンスを行いました。この大胆な挑戦にもかかわらず、ナンバーアンダーライン愛は見事にステージを成功させ、観客を熱狂させました。彼らのパフォーマンスは、まさに一瞬一瞬が生き生きとしており、 その場のエネルギーを存分に引き出していました。ナンバーアンダーライン愛の成功は日本の音楽シーンに新たな風を吹き込みました。彼らの斬新なスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスは多くの若いアーティストに影響を与えています。また彼らの成功は海外進出を目指す他のアーティストにとっても大きな励みとなるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の挑戦はまだ始まったばかりです。 彼らのこれからの活躍に期待が高まる中、私たちファンも彼らの成長を見守り続けることでしょう。彼らの音楽がどのように進化し、どのように世界を魅了していくのか、その未来が非常に楽しみです。ナンバーアンダーラインアイの今後について考えると、彼らがどのような新しい挑戦をしていくのかが非常に興味深いです。現在進行形で進化を続ける彼らの音楽スタイルは、 常に予測不可能であり、その予測不能さこそがファンを引きつけてやまない理由の一つです。新しいアルバムの期待。次に期待されるのは、新しいアルバムのリリースです。ナンバーアンダーライン愛 I は、これまでの作品で多くのファンを魅了してきましたが、新しいアルバムではどのような進化を見せるのか、多くの人々が注目しています。彼らが新しいサウンドやテーマをどのように取り入れるのか。 またどのようなメッセージを発信するのか非常に楽しみです。ナンバーアンダーライン愛の次のステップとして世界ツアーも期待されています。コーチェラでの成功を受けてアメリカやヨーロッパ、アジア各国でのライブが計画されているのではないでしょうか。彼らのパフォーマンスを世界中のファンが直接目にすることができる機会が増えることはファンにとっても大きな喜びです。ナンバーアンダーライン愛は SNS を通じてファンとの交流を大切にしています。彼らの公式アカウントでは、日々の活動やプライベートな一面が垣間見える投稿が多く、ファンとの距離感を縮めています。これからもファンとのコミュニケーションを続け、彼らの活動をより身近に感じることができるでしょう。最後に、読者の皆さんに質問です。あなたはゴートのどのパフォーマンスが一番好きですかまた、 彼らの今後の活動に期待することは何ですかぜひコメントで教えてください。これからも彼らの活躍を一緒に応援していきましょう。